はじめまして。この部隊のオペレーターを務める、ノエル・アンダーソン伍長です。隊長もすでにご存知かと思いますが、簡単に部隊の説明をさせていただきます。部隊 <noise> の設立目的は、 モビルスーツによる実践データの収集です。よってさまざまな戦場あらゆる敵との戦闘任務が課せられることとなります構成スタッフですが司令官にあたるのがジョン・コーエン重将そして隊長のサポートをするパイロットはライトウイングがラリー・ラドリー少尉レフトウイングがアニッシュ・ロフマン総長です2人とも頼りになる 敏腕のパイロットです。ジオンから地球を守るため、一緒に頑張りましょう。作戦成功です。ご苦労様でした。次の出撃まで、ゆっくり休んでください。舞台設立以来、バタバタしてて、ちゃんと挨拶してなかったね。 私が整備主任のアニー・ブレビックです。これからよろしく。体調でも悪かったんですか健康維持もパイロットの仕事ですよ。次の作戦は頑張ってください。随分と派手にやられたもんね。もう少し上手にできないはじめまして。 私が補給部隊隊長兼公園准将との連絡役をやっているレイチャル・ミルスティン注意です。どうぞよろしくね。装甲の表面にちょっとしたコーティングをしてみたんだ。見た目は変わんないけど、少しは頑丈になったかもよ。隊長、もう少し部下のことを考えて戦闘できませんかこのままじゃ、 ラリンさんとアニスさんが持ちませんよ。うーん。このままだとタイの存続も難しいわね。次こそは頑張ってね。スラスター周りをちょっといじってみたんだ。牛式でも少しはマシになってるはずだよ。こちらで策的分析した情報を疑似的ではありますが、ロングレンジレーダーとして インジケーター上に表示することが可能になりました。早期警戒に役立ててください。すごいです私感動しました今度、隊長のモビルスーツ戦術論、聞かせてくださいねお疲れ様でした結構やるじゃないモビルスーツもパイロットも無傷が一番だね 陸戦型ガンダムを現地回収した e z 8結構いい感じに仕上がってます。使ってみますか新たなモビルスーツが配備されました。作戦に合わせて有効に活用してください。今後、敵の耐久力を予測してインジケーター内に表示します。予測といってもかなり精度の高いものなので、信頼して戦術に役立ててください。 お疲れ様。この調子で頑張ってね。そういえば、こんなこと知ってるモビルスーツを選ぶときに何かすると特別な色になるそうよ。日頃から整備班思いの隊長に、露格した敵 MS のプレゼントだ。作戦によっては結構使えるかもよ。 次の作戦から、敵からロックオンされた時に、インジケーター上でお知らせします。少しでも危険が減れば嬉しいです。<noise> 完璧に近い作戦展開だったと思います向かうところ敵なしって感じですねすごいわね。指令も私も鼻が高いわ。何かご褒美、考えなくちゃね。 うん、ふうどうしたんだいこんな時間にこんな所に来たりしてさ <laughs> あんたみたいな凄腕パイロットでも眠れない時もあるんだねうん、うん、さあ仕事の邪魔だよ邪魔さっさと帰って寝ちゃいなはぁ <laughs> まったくそれとも子守唄でも歌ってほしい <laughs> 上層部に掛け合って最新の装備をもらってきたわ。少しはお役に立てるかしら。俺のガンダム6号機、あんたに一時預けるよ。上からの命令じゃしょうがねえからな。壊すなよあなたの昇進が決まりました。おめでとう あなたの腕ならガンダムの性能を十分引き出せるでしょう。ニュータイプの素質もあると思います。上層部から特殊作戦への参加要請が来ているわ。危険だけど名を上げるチャンスかもね。君の噂は公園から聞いている。戦いはますます激しくなるが頑張ってくれよ。健闘を祈る。 お久しぶり。元テストパイロットのあなたが実戦で活躍しているって話は聞いていたわ。それにしてもすごいのね。あなたになら、アレックスのテスト、譲ってあげる。すごい戦果を上げているようですね。あなたこそ本当のエースパイロットです。 あなたとは一度、ゆっくり話がしてみたかったの。ああ、早く戦争終わらないかしらね。そしたら、私も人並みな幸せとか考えられるんだけどね。<laughs> また呼び出し。<laughs> あなたは適当にくつろいでいってくれていいからね。 私が責任者をやっているガンダム建造計画の一号機がようやくロールアウトした。テストを君に任せる。君のおかげで MS の運用戦術に関しての素晴らしいデータが収集できた。礼を言う。内緒で上等の酒でも届けさせよう。<laughs> うん。っと。では、ますますの検討を祈る。 我が軍の地上全域での優位性は確立した。君たちは少なからず、戦況を変えるに値する活躍をしたと言えるだろう。心より感謝する。それであいつったらさ、ここですよ。遅いな、始めちゃってるよ。こっち、ここ空いてますよ。 おいおい、モテモテだなうちの隊長は <laughs> <ん>お嬢さんたち、あんな愛嬌のないやつより俺の方が断然お買い得だぜねやっぱりセルフィール品よりブランド物がいいわよねそういうこと言っちゃうんだ こんなに静かだと、今が戦争中だなんて忘れちゃいそう。あ、あ、あの、今晩、お食事ご一緒しませんえっと、あの割、美味しくないかもしれないけど、でも料理は得意な方なんで、多分大丈夫だと思うんですよ。ね。